はいじゃあ皆さんですねお待ちかねそろそろ最初のスピーカーの方をお呼びしたいと思うんですけれども、えー、最初の方は高取谷明さんですよろしくお願いいたします拍手でお入りください、はい、あ入ってますかねあ、えー、日本人サラリーマンの高取谷明と申します、えー、アラビア語だとシャムスカマルビンカブスアルカブサという名前で現地で活動させていただいております。 えー、肩書きの方で、あで、のー、自分の本来いる所属のところでやるとです、ねあのー、ちょっとお前の会社は中東になんか動いてるのかといろいろ言われたりする支障があるので、この日本人サラリーマンの、ちょっと今日の私の話はもう1人のサラリーマンの話ですと、ただこういう人間もいて、こういう世界で生きてるんだということと、あと、もし皆さんがなんか興味のある国で何かをやってるっていうところで、駆け足になるかもしれないという可能性を考えていけない。 で、あなたもできます。ただ、キラキラ系にやみ落ちしないでくださいという、まあ、ちょっとこれがどういうことか、あとで言います、で、私、どんな人かっていうと、まあ、バリバリの大分県出身で、ですね、あの歴史学専攻をずっとやってました、で、メーカー、商社、NGO とか行って、で、ちょっと外務省のイベントで中東に行ってから、ドハマりしてこんな感じになって、で、今、エンタメ企業でコンテンツ調達の仕事をやってます、で、実家が私、神社で、高取屋神社という神社の家系なので、名前が高取屋になってます。 はい、バリバリ浸透です。はいで、日本でもだいたいこんな格好でうろうろして、今日もあのこれであの南北線とあの有楽町線乗り継いできてるので、あの結構うろうろしてるのでお声掛けしていただければと思います。そうですね。あの夏も冬もだいたいこの格好なんで冬なんか極暖着ないと寒いんですよね。なんか。 あいかん商品名、特に言っちゃいけませんね、こういう場で、失礼しました、でなんでこんな格好をしてるかっていうと、ですねあの、まあ、ちょっと私、ひねくれ者で、皆さんが格好をしてるのを見て、日本人の格好かって言われたら、じゃあ着物を着ろよって言われるんですね、で皆さん、ジーパンと、まあまあ、シャツとかで何や、君はイギリス系かアメリカ系かみたいなことを言って、じゃあ、アラブ系もあってもいいじゃないかっていう、そういうアマノジャクの発想で、私、こんな格好をしてです、ね、でいろいろやってますと。 で皆さん、中東っていうと大体です、ね、あの石油王がテロリストしか大体イメージがないというのがあるんですねまあながち間違いじゃないです、はいあので、これ基本的に曲振りした内容しかないわけなんですね、で私、それは現地にこうやっぱ携わるにあたってなんかおかしいし、ちょっとそればっかりじゃないだろうというふうふに思っていたんですね、ところがやっぱりその日本人の方も逆に大体テクノロジーとかアニメとか、あと忍者侍みたいなもんだろうと。で大体 偏ったサービスだったり、ものしかあの認識してないと日本人って言うとトヨタ日産みたいな感じのことを言ってやべ企業名言っちゃったらまあいいや。はい。えー、っと <laughs> まあ、これ偏った。もう認識しかお互いないなというのはあります。 まあ基本的にあの遠くて遠い国と思ってるんですね。で私が今まあ取り組んでいるのがですね双方におけるステレオタイプとの戦いをやっています。だいたいツイッターで3万弱ぐらいで,で、インスタが7万ぐらいアラブ人を抱えてですねあのステレオタイプと戦う姿っていうのをですね現地で取り上げていただいて、はいあのー、それぞれのステレオタイプ以外のとこもあるよという話をして。 で、皆さん、中東っていうと、大体どんなイメージがあるかっていうと、この中のですね、大体、モロッコからですね、イラクあたりまでを含めて、まあ、アラブ圏という感じで考えてます。スーダンとか入れたりするケースもあれば、あの、マリとか、あと、モリタニアまでアラビア語も通じるゾーンあるんで、意外と実は広いんですね。で、この中東っていう、この結構、西から東に長いゾーンをですね、大体アラビア語が話す人たちって、大体2億3000万人ぐらいいるんですね。で、これ、2億3000万、ちょっと古いデータなんで、多分どんどん増えてます。 ただ意外と皆さんの中のやっぱり考えても赤王かテロリストしかないと思うんですねで私はその間にいろんな人たちがレイヤーでいろんな層の人たちがいるよっていうのを伝える仕事を、まあ、仕事じゃないですけど、ね、趣味をでやってるもので、まあ、趣味でアラブ人をやってるものだみたいなそんな感じですねでこれが皆さんこれど,んなどこですかこれって,言って聞いて3つですねちょっと高いビルとちょんちょんって立ってうち1台トヨタが入ったビルなんですけどこれ1990年のとあるところでですね はい、どこかは、だいたい想像つく人ははいいますかね、まあ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 、どうせ20秒で変わるんで、お待ちください、こんな感じで、えこれ、ドバイの,あの30年でだいたいこれぐらいになってますよという感じですね、はいあのまあ、ここの一極集中した都市部の部分の急激な成長っていう、ここだけが切り取られて、やっぱり見,見られてるっていうところが、一種の。 まあ偏見というか、まあ、キラキラしたなんかすごいところがあってみたいなそういうのを生むわけですねでサウジアラビアはこんな感じですね、まあ、もうちょっと都,市部が都心部がちょっと偏ったりとかしてて横に広い感じのイメージがありますねでこういうところを決してそのキラキラしてなんか金ピカのやつを着てですねあの全身真っ黒な人たちがいるはだけじゃないんだよっていうところを示すために今ちょっとこんななりをして あの、日本と中東をですね、お互い混ぜるような形をしてます。えー、日本国内では中東の格好をして、で、中東ではですね、これはちょっとパレスチナの難民キャンプで抜刀演武をやった時の、あの、様子なんですが、えっ、ー、とですね、1000人ぐらいの難民キャンプの学校で、あの、まあ、ちょっといろんな手法を使って日本刀を入れまして、で、それで抜刀したっていう、そういう話なんですが、まあ、このお互いこういう認知をこう変えていって、えー、あの、まあ、体をもってして、あの、 こういう日本もあるよ、こういう中東もあるよっていうのをずっとやっていって、おかげでありがたいことにその中東の人々たちに多く認知されるようになりました、で最近、日本の方にも、なんか怪しい、うん、姿怪しいけど、意外と中身はまともな人間がいるみたいな感じで取り上げていただいて、でこんな感じでいろんなメディアさんとかにも取り上げていただいて、お話しさせていただきます。それでも現地のトラブル、多いです。あのきには情熱がぶつかり合うことも多いと思います。まずあの、政治と宗教とスポーツと歴史と、アニメの推しの話を初対面の人にやっちゃいけないっていうことがあります。 で私がちょっとそれ王子とですね、スレイヤーズっていうアニメの2期と3期どっちがいいかってことで喧嘩になって、掴み合いの喧嘩したっていう、はい。ちょっととある国のですね、多い12位か14位ぐらいの継承権のある偉い人をちょっと襟首掴んでどん、どんちゃかやったってこともあるので、そういうのは良くないという。今、まあ、ちょっと6分近くでは語りきれないところがあるんで、あの、宣伝みたいになって申し訳ないんですが、この、 私はアラブの人たちと、せっかく言うと、私のアラブの王様たちとどのように付き合ってるかっていう本を出して、そこにですね、あの山ほど書かせていただいております。あの、ランキング1731ってまた微妙なところ中途半端なんで、あの、そうですね。1万部新書が出れば素晴らしいと言われてるんですが。で、まあなんか手前味噌で失礼なんですが、あの、全然通知もなくて、とある日突然ですね、なんか、あの、 これに乗ってるよって言われて、いや、冗談でしょうとか、そんな担がないでくださいって言われたら、ですねあの自分のところの名前が送られてきて、ちょっとびっくりしたという、ですねでなんかこんな、まああの、体を張ってですね文化を伝えるというところで、いろいろやってるんですけど、中東ってやっぱ遠くて遠い国と皆さん思われているのはなぜかというと、あの現状物語、浅木見虫があって、戦国時代は信長の野望があって、三国志は横山光照先生の三国志があると。 で朝物語とか、千チェアは中東の話ですけど、大体あれ、イランとかあの、シンドバットってシンド地方の風って意味だから、あいつ、インド人ですからね、まあ、そんな話は置いておいて、やっぱり歴史系エンタメをなんか作って、ですね皆さん提供したいと。 はい。で、ちょっと今日気温が低いということですね。ちょっと暑苦しい絵で、あの、中東のイメージの一つの、これ、ボディビルのですね、中東で一番大きいボディビルの大会の、なぜか私審査員に呼ばれたので、ちょっとこれを見てですね、あの、皆さん今日の気温を上げていただいて、ちょっとこの追払いとさせていただいて、トップバッターさせていただきました。なんかよくわからないけど、なんか双方つなぐような、橋とは言いません。なんか、やってる変な人間がいると、認知いただければ幸いです。ありがとうございました。 ありがとうございました。あ、高取さん、よかった、そのままお残りいただいて、少しあの私からですね、皆さんちょっと代表させていただいて、いくつかちょっとアフタートークというか、アフタートーク、はい。あとあの高取屋さんから皆さんに質問があるっていうことで、<う>あの中東に行かれた方ってちなみにありますか、いらっしゃいますか。あ、一人、一人、二人。 あと YouTube でご覧の皆さんもよかったら頑張りますとか言っていただけるとまあ2人こんなもんですよ遠くて遠い国ですからね基本的にはちょっと聞きたかったのがめちゃめちゃトークがお上手でびっくりしたんですけどいやいやいやのな流し流しをつないでただけなんですけどねありがとうございます中東なんかこう ピンときたというか、はい、なんかこう,こうって面白いかもって思ったところって、あ<ー>私がお酒が飲めない体質なので、お酒が飲めずに、あのどんちゃん、あのうん、パーティーとか,なんか参加できたり、コミュニケーションが取れるっていう、日本の旧人類は、ですね飲みニケーションしかできない人種がおりまして、そしたら、 ちょっと交流できないそれで <laughs>、はい、あのお酒飲まなくてあの交流を持っている方々と私はあの接する機会が多いところにすごく惚れたところがありますあっちはほとんど本当に飲まない飲まない飲、うん、まな、あ、い飲まない飲めない両方ありますねわ、はい、かりましたすごい面白いまたきっかけから、ね、あ,あそうですねよく言われますね,ね、はい、大丈夫です <laughs> ありがとうございます。ちなみに、これ、なんていう、衣装って呼べばいいんですか。あ、あの、サウジだと、装具って言いまして、あの、クエートとかだと、ディスダーシアになって。ゆえ<の>だと、感動ンなので、全部違うというです、ね。はい、難しいところだ。<laughs> 謎がいっぱいの、まだちょっと。家に七十着ぐらいありますね。<laughs> はい。たまに、あの、某。 宮脇貴也先生のニュースだったのかみたいな感じのところに出てくるアラブ衣装は大体私のです。<laughs> はい、提供させていただきます。ご紹介しております。はい、いやもう掘れば掘るほどちょっと終わらないから。そうそうあありがとうございます。ありがとうございました。はい。